さて今日のアフターテラちゃん経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いいたしますいいスーツですねえいやいやあったかそうで

さて、石破総理は昨日奈良市で街頭演説し、衆議院選挙で自民、公明両党が伸び悩んでいるとの報道各社の情勢報道について、危機感を表しました。石破総理はは非常に批判は強い あと6日間もう、もう一度深い反省と新しい気持ちで全国にお願いに参りたいと自民党の派閥裏金事件の影響が思いのほか強いという感想を示しました。 そして裏金事件の関係議員について比例代表との重複立候補を認めず一部を非公認とした対応にも言及しながら厳しい処分をしたがまだまだ国民の納得をいただいていると思っていないと強調したといいますただ一方で自民党への票の見込みが伸び悩んでいることについて裏金問題以上に石破総理への批判も強いという声もあるようです、まあ、この辺りについては石破総理 本人は気づいていないていいななととうことなんですかねいやいないと困るんじゃないですかいやだから世論調査<っ>あと選挙情勢なんか見て、はい、やっぱ石破さんに対しての経済政策に対して期待できないっていうこと、はい、声がもうえ 結構半数以上占めててるなんて調査も見ましたよ、えー、だそういったことを考えると、はい、まあ石破さん自身がまいている種とも言えますし、はいまあ、あとまあね、えー、その政治とお金の問題とよ,よく言われますが、えーえー、これ形式犯ですよね<ー>要するにこう、まあ、報告書に記載しなかったら不記載問題ですよね。はい えー、で例えば、えー、ワイルドが発生して巨悪がの音源になってるとかね、うんはい、そういった、まあ、利益供与があるとか、はい、そういった話じゃないわけですよ。えー、だから不記載の額が多額であればね、うん、それはまあ例えばえー 税制上とか、あるいは、こうね、あのー、当局が、はいえー、取り締まる対象になるでしょう。でも、少額であればですね、まあ、注意ぐらいで、はあ、いいだいたい住むのが普通の、まあ、民間でもそういうことはあると思うんですよね。ね。えー、まあ、その問題がなぜか、その、 虚悪みたいなね、はい、え問題になってるじゃないですか、はい、一体何が問題なのかと、うんえー、じゃあそういったなんていうかなこう不記載を招くような法律にも問題がないのかどうかよくねあの立候補した人たち別に自民党じゃないですよ。はいえー 過去、民主党から出たようなあの人たちの話なんかもね聞きますと、やっぱこうグレーゾーンが多いと政治資金関係は。どういうふうに記載していいのかとかどういうふうにこう処理していいのかそういったことを弁護士に聞いてもよくわからないと問い合わせてもわからないと。 いうことがあると、えー、でそういった問題をですねあまりにも細かいところまで厳格にしていってしまうと民主主義自体がおかしくなってしまうと、うんはい、いうことですよね、うん、だからまあそういったこう政治とカネの問題で、はい、あんまり煽られすぎるのもどうかなっていうふうに思いますよね、はいはいえー、でまた石破総理ですが昨日京都府の亀岡市でも街頭演説に臨んで戦国武将の明智光秀に関し政治の世界 では無本人の見本みたいに言われるが実は昔から好きだあれほど立派な殿様はいなかったと <laughs> 明智光秀への思いを語っていたといいます。さすが背中からうつだけあってね。<laughs> そうですね亀岡 明智光秀が城下町を整備するなどゆかりが深い場所であることから長州の関心を引くために話したようですが演説を聞いた人の反応を見るとやっぱり裏切り者が好きなんだとか <laughs> 裏切るのが得意な石破総理らしいという声が上がっていたようですまた口の悪い人からは明智光秀に代わる世界三大裏切り者ブルータスユダ石破という声も出ているということなんですけども <laughs> 石破総理世界史に名を刻む 裏切り者になるのかどうかどうなんですよね世界史自身に裏切られると思いますよす石破さん自身がえまあ、門前払いという感じもあるでしょうね,うで,ねで、明智光秀が好きという石破総理今回の衆議院選挙の結果次第では令和版3日転換になるというフラグを自ら立てたのではないか <laughs> こうも言われています石破総理の令和版3日転換の可能性これどうでしょう だから、あれですよね、えー、一部の報道が言ってるような与党過半数割れ、はい、そうするともうこれは、ええ、あの明らかに選挙の目,目的をです、ね、です割っちゃいますから。総理の採点目標でしかも政権選ぶ国政選挙でそれね、ええあの、達成できないってことは、その後どういうふうにね、例えば連立を作ろうっても。はいはい これはまあ明らかに責任問題総理の責任問題になるのは不可避でしょう。避けられません、えー、避けられないと思いますよ。はいえー、でだその段階で自ら辞めるのかどうかねうもし辞めなければ、はい、これますますもう支持率はおそらくどん底まで一気にいくんじゃないですか。はい、だからだめでしょう。ほぼ、はい うそういう意味を持ってあそこに設定したんでしょうからねそうです、まあえー、意味っていうか、あのまあ、ここ、安倍政権以降、ずっとそうですよ、えー、あの別にそれは、与党過半数っていうのが一応、選挙の。一応バーですか、えーえー でも実態的にはね、今までは、まあ、それよりも超えて、やっぱ自民党単独過半数、はい、あるいはそれを超えて安定過半数、はい、そういったものを目指すっていうのが本音の部分なのかなっていうふうには、えーはい、ありましたけど、公式的に言ってるのは安倍政権以降、ずっと与党過半数、ね、やっぱ公明党の顔を立てなきゃいけないんで、はい、連立を組む。えーあのー で今回は本当にそれが公募、ええ、ラインにな,りなってるっていうのがでそれがわ割れると、ええ、まあ確か3系の方でしたかね、はい、3系の方だと、えー、一番負けると200割りそうなんですよね自民だけで、はい、で、えー、公明も、えー、30いかないとなると。はいええ 超大負けが待ってる。超大負けがもう排除できないみたいな確か結果でしたよ。うんはい、190ぐらいまで落ちちゃう。200を切って190代。えー、で、公明が30切っちゃうと、230とか。はい、233いかないですもんね。えー、全然いかない。だからスーパーを大負けすると、うん、まあ即日退陣でしょう。そうですか。えー で数多くの裏切り行為をしてきたといわれる過去を持つ石破総理への <laughs> その党内での信頼感のなさからか自民党系の候補者からはですね<必要> <laughs>、えー、石破総理ではなく高市前経済安全保障大臣への応援依頼が殺到しているといいます、まあ、しかも自民党議員だけではなく無所属で出馬している仲間の応援にも駆けつけるなど高市自身もですね応援依頼に積極的に応じているといいます。あ あの我が選挙区でもましたあの菅原一修さん、はい、あの人はえは無無所属じゃないですか、はい、で来ました来ました高橋さんええええ、あ,あ俺家で,で寝てましたけど来た <laughs> 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 事実は知ってるって、ね、ええー、知らしてます。<laughs> で先日も東京24区から出馬している自民党から非公認となった前職の萩生田光一氏の応援に駆けつけこんな素晴らしい政治家を押し上げなくてどうするのかとスピーチしていたようです、えー、また、まあ、ここ先ほども出ましたが田中さんの選挙区から無所属で出馬している菅原一秀氏の応援にも駆けつけていたと自民党が公認をしなかった議員への応援に次から次へと駆けつけるあたり高井さん、義理がたい人とも言えるわけですが 石破総理はじめ自民党幹部この高市さんの行動についてはどう受け止めてるんでしょうねもうねそこまでねもう把握できないそううでしょねもうね今自分のねあのねが吹っ飛ぶうだからまさにだって通ってくれればありがたいって思うんでしょうね。もうううそでしょ え、無所属だろうがなんだろうもう当選したらまた入ってくるん、ね。ね、帰ってきてください。っていうことになるわけですもん。大変ですから。ね。え、通、えー、ってなんぼですから、うん。はい。で、高橋さんも遊説で全国回る中、先月の自民党総裁選で。私以外の候補者を応援しておられた自民党公認候補者に対して。投票しないとおっしゃる方がおられるという話が数件あったと明かしています。まあ、困り果てた党該候補者の陣営から高橋さんに。応援 演説を求めるる連絡も数多く来ていると言いとます、えー、高橋さんも石破総理に投票した人への応援に行くというのは大人の対応ですねねですよね,ねでよもまあ高橋さんのことを考えるとですね、はい、やっぱこう与党が割れちゃって、はい、でそれをですね今日の,あの本体の方で言いましたけれども、はい、まあ例えば維新でこぼれてる人とか無所属の人とか、はい、そういったところがちょぼちょぼですね、えー、補充して 過半数を維持できるんだったらいいんですけど、はいえー、大負けしちゃった時に石,、えー、石破退陣になって、はい、で、あのー、まだ自、えー、故を中心でどっかプラスアルファで維持するとなると、はい、かなり不安定な状況で高いいになっちゃいますよねそれは避けたいので、はい、なんか小さいおじさんとかいませんかね <laughs> どういうことですか？ショートリリーフ。ああ、小さいそういう意味での小さい、本当に小さい。確かあの小物階の大物とかいましたよね。あれ小さなおじさんそういう人小さなおじさんいやっぱ高石さんにはある程度まあ個人的にはね、あの安定的な政権の中で思う存分あの従来から言ってる政策をやってほしいなっていう気はするんですよ。不安定な中でやるとね。野球に例えるとショートリリーフが必要だった。だからそこで 小さなおじさん、小さなおじさんイコールショートリリーフ。であの、小物界の大物の人は、増税ゼロと少なくとも言ってるじゃないですか。<laughs> あの人か。うん、あの人って。参院選まで。はい。どうせ、ろくだ支持率出ない。から <laughs> 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 それで、えー、小さいおじさん聞いてたら怒ると思いますけどでこの総選挙後、自公過半数割れになるかが注目を浴びる中でこうした非公認の議員でも当選した議員は自民党がまた迎え入れるのではと言われています、まあ、このあたり自民党の水原一平こと石破総理はですねで手のひら返しでもろ手を挙げて迎え入れるのかどうか後ろからりどうないですか。<laughs> それは変わらないどうすんですかそれはとりあえず打ってみるていやいやとりあえず,まずそこから始まるっそれはひどいな <laughs>、えー、で総選挙結果次第でですね石破総理の党内からの反発も一層強くなりそうですまあ今回高市さんが応援演説に駆けつけた議員え党員は、えー、選挙後も石破さんをしよ支援しようと思うのかどうかですね だからね、やっぱね、負け方ですよね、やっぱそれに、負け方にかかってるというじゃあね、珍しく選挙ね。はね、もうね、超ウルトラ大負けで、小さなおじさん、当番。当番、そうなる可能性を見たということなんですね。冗談ですね。高井さんがこの選挙で作った応援あんにゃというまあこれは選挙後、大きなものになりそうですね。そうですね普通に考えたら 本当ね、分かんないですよ、今のこの選挙情勢調査って、ブレ大きいんで、だからひょっとしたら意外とね、自民党単独過半数までいくかもしれないし、逆に大負け、もっとね、スーパーを大負けする可能性もあるし、よく分かんないですよね、だから結果見てね。 こういったことを、ね、あの言うのは、まあ、それはも,もちろん楽なんでしょうけどね、はい、高市さんにはさっき言ったように、はい、安定的な政権で思いっきり政策を取ってほしいなっていうふうには僕は思いますよ、はい、個人的にですよね、はい。以上、アフターテラちゃんでした田中さんありがとうございました。